はい、こんにちは。名古屋大学の問題を紹介いたします。問題は、ルート n は整数ではありませんと。で、小数第1位は0で、小数第2位は0ではないですというような条件を満たす n のうち最小の n を求めなさいと。あと、ちっちゃい順にそういった条件を満たす n をちっちゃい順に並べて、10番目の n は何ですかという問題です。で、まあ、ルート n、まあ、これ、整数部分ですよね。ラージ a。まあ、要するに、ルート n の、まあ、ガウス記号。別に使わなくていいんですよ、ガウス記号。という話が、まあ、前提なんですが、ただし、もっと範囲絞れます。小数第1位が0ですと。まず、整数部分が a っていう時点で、a っていう整数があって、隣に a たす1っていう整数があって、まあ、このどっかに、ルート n があるっていうことなんですが、これは。整数部分が a です。で、でもこの問題はもっと絞れるでしょ。a っていう整数があって、もっと絞れるのは a の隣、隣ってわけじゃないですけど、ここを a.1 よりちっちゃいですよってことですね。a.0 なんだから。で、あまりにもちっちゃくちゃダメですよ。どこよりでっかいかしたら、ここが a.01。よりはでっかいですよ。0.01 よりちっちゃいと 0.009 とかになっちゃう。ってことは、ルート n はこの範囲ですよ。という不等式を作ればいいかなと。じゃあ、a 足す100分の1。まあ、一応、以上にしておくんですか。絶対にぴったり100分の何とかで終わるわけないんですけど、まあ、まあ、じゃあ一応、イコール。まあ、つけてなくてもいいと思うんですけど。で、a 足す10分の1よりちっちゃいですよと。じゃあまあこれ、まあこれも正なんで、全部正の話なんで、プラスの話なんで2乗しちゃって、 a の2乗プラス50分の a 足す1万分の1以上 n で、 a の2乗プラス5分の a 足す100分の1と。で、今、a のこれ整数ですよね。整数。で、これもまあ、a 次乗もちろん整数。で、こっちも a 次乗整数。じゃあ、まあ、要するに a 次乗とちょっと。a 次乗とちょっと。これ a がちっちゃすぎると、ラージ a がちっちゃすぎると、それを満たす n ないですよね。a 次乗よりでかくて、a 次乗よりちっちゃいって話になっちゃうんで。これがもしも、全然、ちっちゃかったら。a 次乗と a 次乗の間には整数ないですと。これ不等号、イコールついてないんで。じゃあまあ、わかりやすく、辺辺から a 次乗引いちゃうと、50分の a 足す1万分の1、n 引く a 次乗。で、5分の a 足す100分の1と。で、これ、n は整数と、ルート n は整数じゃないってことは、n は平方数じゃないですよと。まあ、この辺の細かいことは別にもう当たり前じゃんでいいと思うんですけど、ルート n が整数じゃないってことは、n は平方数ではありませんと。ってことは、n 引く a 次乗っていうのは、平方数でないものから平方数引いて、でもちろんマイナスになることはないと。プラス、プラスなんで。じゃあ、それは、1以上じゃなきゃダメですね。0ありえないんだったら。じゃあ、これが1以上じゃないと満たすもの n はないですね。ということで、5分の a 足す100分の1が、1以上と。そうすると、まあ、両辺に5でいいですね。a は、5プラスマイナス20分の1以上と。いうことなんで、a は 4. 何たら以上の整数です。もちろん。a は整数なんで、自然数なんで。ってことは、これを満たす一番ちっちゃい a は5。で、実際に5の時に5を入れると、ここが、1たす100分の1になるんで、1点ちょっとの数よりも n 引く25。ってことは、n は26たす100分の1よりも
ちっちゃい数。なんで、26が最小の n となります。26よりも、ちっちゃい数で、だから、ちっちゃすぎちゃい、ちっちゃすぎていいと思うんですね。ちっちゃすぎると、今度、マイナスになっちゃうんで、マイナスになっちゃダメですよ、ということなんで、一番小さい n は26と。で、ここで分かることは、これ、a1 個につき、a が5のときに、n は26で、a1 個につき、対応する n は1個しかないんですよね。っていうのは、まあ、最初はの人で、a がちっちゃいうちっていうか、その26、a が5、6、7、8、9までは。a が5、6、7、8、9までは、この式が 1. 何とかなんで、1. 何とかよりもちっちゃくなる n-a 次乗。で、もちろん0よりでかくなきゃいけないんで。そうすると、a が1個につき、それよりも1でかい数だけですねと。a が6のときは、6、6、36よりも1でかい37。7のときは、50。8、8、65、9、82っていうふうに、1個の a につき、1個の n しか対応しないですよ。a が9までは。で、a が10になると、ここが 2. 何とかになるんで、今度は、2. 何とかよりもちっちゃいだから、1個の a につき、101と102まで OK ですねと。102-100 で 2. 何とかよりも、2は 2. 何とかよりちっちゃいんで。じゃあ、今度は、まあ、10番なんで、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、12の最初は12の2乗より1でかい145という、これが、まあ、過去2番の答えになりますと。じゃあ、以上です。ありがとうございました。